はい、若手でこいつは伸びそうだなってプレイヤーを、タ谷さんとそれぞれ挙げてください。あと一応、スケさんの駄菓子護身もお願いします。欲張りだな若手,若手プレイヤー。これはその、スケ、うん、さんとの場合やったら、その2つの側面があるんですよね。プレイヤーとして伸びるって意味なのか、その配信者として伸びるって意味なのかっていう。そうだね。うん。どうプレイヤーとして。 まあケスケさんは配信者目線ですよね、圭佑、うん、さんの場合は。者目線、うん、でもシュートとかじゃないですか、今やったら。そうだな、シュート、シュート、トラボ。おまあまあ、そうっすね、今、結構流れありますよね、その二人は。 まあ、配信のモチベがあるかとかは結構でかい,かい超重要ですねでもうそれがかなり占めますよね、うん、だってそうだ、ね、今ってその言ったら格ゲーマーとコラボできるじゃないですか少なくとも、うん、だからその行動力があればめちゃくちゃその人に覚えてもらうことはできるじゃないですかそうねだそれをやるかやらないかがめちゃくちゃでかいと思うんで、うん、だシュートとかトラウはそれをやってるから、ね、まあその時点でも相当ちゃいますよね おじ連中にちゃんと絡みに行くからね。そうっすね。絡みに行ってしかもうまいことをやれてるんで、うん、それがでかいですよね、やっぱりね。その二人は今。うん、ね、喋りができるかとかそういうのはもう数こなしてきゃそのうち勝手にできるようになるからね。<laughs> あ、そういうもんすか。いや、そうじゃないだって、ハイタにもうやっぱ配信やればやるほどだんだん喋りは達者になってきたんじゃないまあだってもう毎日。<laughs> <ね>6時間喋ってます <laughs> からねえ。でもこれってやっぱその慣れなんですかじゃあそのあんまり喋るのが苦手な人とか、うん、その要するにトーク力があんまりない人でもやっ,ぱやってるとその辺はやっぱいけるものなんですかいす、うん、数こなしてだなんか会話コメントと会話してるだけでもさ鍛えられるからあそうですね会話ですもんね。 年間1000時間2000時間とかやってたら <laughs> まあ確かに <laughs> そりゃしゃべるようになるでしょうみたいなまあじゃあそのモチベがあるかないかってことですかやれるかどうかってことですかそうそうだねだからキャッツこなさないとやっぱり忘れちゃうから, 1> あ<ー>だから週1回 1> 2> 週2回とかしかやらないとやっぱの、うん、なんか能力が伸びないよね多分うんまあまあまあそうですねうん,うんだから子さんとかも 結構昔に比べたら喋るようになったんじゃやっぱまあ古さんはそのもともと別に喋らない人ではなかったんで、うん、ただその配信では喋らなかったって古さんってあのあそうなの、うん、<laughs> あれはもうあれそんなあの付き合いがないから、うん、あれはブランディングで佐古にはもう喋らせないっていうあのあそうなんだ感じやったと思うんですよ絶対にで結構その 秋木さんが代わりに喋ってたし、うん、だそういう方面で言ってたんですけど、配信始まったじゃないですか。うん、だからもう無理なんですよね、隠すのが。<laughs> だから、その舵を切って、サボさんはこういう感じ、ちょっとお茶目なとこもあります、せみたいな感じの方に行って、サボさんも喋るようになったんですよ。それがまああるんで、どっちらかというとその、サ、ま、ボ、あ、さん自体はもちろん喋るを鍛えられると思うんですけど、うん、どっちかっていうと、まあ,あの、その。 見せ方の問題かなと俺は思ってますね、サ<ー>さんに関しては。なるほどね。普通にあの全然しゃべるそのあの、プライベートで無口な人じゃないです、佐さんは。はいはいはい。うん、だからまあ。梅原とかもね、ともと別に配信外とかだとめちゃめちゃ喋るんだけど、配信だと全然喋らないみたいなキャラだったからね。まあやっぱりその、言っていいこととダメなことの違いもわかんないですし、その、特に梅原さんって、スト法時代の時って、 あのめちゃくちゃ見越し担がれてくれてたじゃないですか、その、ゲー界のイメージイコール梅原みたいな感じだったじゃないですか、だから、すごいこう、いいものにしようとしてくれてたじゃないですか、格ゲーを。そうねこんなに素晴らしいものだみたいなのを率先して発言してくれてたんで、うん、で格ゲーのでもすって、正直、もっとアングラじゃないですか、うん、人間もそうやし、コミュニティもそうやし、そ,うだね、だそこを多分話したくなかったとかもあると思うんですよね。 からない想像ですけどね、これ、俺の想像なんですけど、綺麗、ね、なもの、そうそう、綺麗いなものを見せようとしたときに、素をやっぱ出すと、うん、やっぱ違うものになるんで、で今はもう、ね、うん、出してますけど、トゲオさんがまあ前に出てってなってますけど、なんからそういう感じなんかなって俺は勝手に思ってますけどね、ね想像で梅原だって、一緒に飯食い行ったりすると、一番喋ってんの、梅原だからね、下手、うん、したら。まあ喋るの大好きですもんね。 めっちゃ喋るの好きだよ、うん、だ飲みも大好きや喋るのも大好きやしって感じですもんねだからほんまにあの c p d とか回ってるときも毎晩も梅原さん飲んでよう喋ってましたようんだも配信はかなり楽しんでやってますよねはいはいはいだ俺とかもだからそのやっぱり、まあ、みんなそうと思うんですよねなんかそのボロ出しちゃいけないんじゃないかみたいなあ<ー>そのいいものに見せないといけないんじゃないかみたいなところやっぱりみんなあったと思うんですよね格ゲー よみたいな、家具<ー>買いよっていうか、うん、本当はここなんだけどみたいな、でも配信始まって、ね、言うたら、もう毎日配信みたいな感じになったじゃないですか、ストー5ぐらいから、うん、でそこでもうみんな、もう、そんなんやってられへんから、うん、まあ、素を出し始めたっていう、で、今に至るみたいな、絶対隠すの無理なんで、配信は、絶対素が出るから、<ー>で、今に至るみたいなね、感じしますよ、ね あだ若手はだからその言っちゃいけないことのラインを見極めるのをやりつつコメントと会話して会話力をつけていくことかなうんうん、うん、やっぱその若い子とやっぱりその話してるとやっぱりそのリアルでは話してくれるけど配信じゃ話してくれないなってことは結構多いですねああ<ー>俺の基準やったら全然それ話してもいいんじゃないかなっていうこともやっぱ配信やとその言葉を選びすぎるっていうか 若いけど、やっぱ気にしちゃうんですよね、今その自分がどう見られるかっていうのは、やっぱその若い時の方が気になるじゃないですか、あのんだかそれが多分やっぱり、かなり残ってて、自分を出すっていうのが、多分なんか、あんまりこうで,きできてないなっていうのは、よく思います、ねそ,うえー、そう、LINE が分かってないと、発言で炎上なんてしやすいからね、若手なんて、多分そうっすね。そう ななんか若,手若手だと、多分コメントもなんか叱りやすいし、うんうん、確かに。格芸歴長い人がちょっと LINE 超えたこと言ってもさ、なんか長年やってる人だからっていうので、ちょっと許される部分あるし、あとまあユーモアがあるかないかですよね、ユーモアがあって、冗談として取られたら許されるけど、そうじゃなかったらっていうケースがやっぱり基本じゃないですか。うん だそうなってくると、結構、王子がそこも有利ですよね、実際若手はもう、どんどんあの、王子に絡んでいってほしいね。まあ、そうですね、の方が、うん、あの王子側としても、絶対そっちの方がいいですからね。結局、その、のそね、若い人が、若い人がやっぱ若い人を呼ぶ,呼ぶじゃないですか、やっぱり基本的にあ<ー>それでまあ全体的に、こう、格芸界自体に人が増えていくっていうのが一番いいから。そうね。うん 多分、おじがからしても、なんか、向こうから来てくれた方が楽だし。いや、本当そうで、あの、やっぱり、うん、その、年が上やと、あの、いやいや来てもらえちゃうじゃないですか、言うたら。うん、で、それが、ちょっと気遣いますよね、逆にね、なんか。そう。だから。誘われたら嫌なんじゃないかってうそうそうそう、誘われたら、まあ、なんか、付き合いからこの人来てくれるけど、みたいな。よりは、自分から出たりする方が、うん、こっちもね、気持ちよくやれるし。 気はは楽なんで、ね、っていうのはありますねやっぱ,りやっぱなんだろううんそうね好かれて嫌な気はしないし一緒にやりましょうよって言われて嬉しいもんだしね、うん、そうっすねで自分からやりたいって感じだったら、うん、こっちもなんかこう何つうかない,いろいろ言いやすいんですよねなんかね、うん。だからまあそれは確かにで何かえっ伸びそうな若手 そうな結局誰、あそのシュートとらぼうって話ですね。シュートとらぼうかな、うん、で、うん、も,うもうちょっとなんか、配信者としてはもうちょっといけるんじゃないかと思うのは川野かな。うん、あーまあ、YouTube の方とかはね、かなり。YouTube うまくいってるから、生放送とかだ、動画の方に行くのか、生放送の方に行くのかでまた違うんだろうけど。うん、動画に行ってますよね、川野は。うん まあだとしたら、あんまり出なくてもいいのかなって気もするしそうですね、俺は川野はどっちかっいうとあの、プレイヤーとしての方ですね、伸びるのは。はいはいはい。あの、配信を捨ててるじゃないですか。あ捨ててるんだ。いや、ほぼ捨ててません。いや、ちょっと分かんないけど、うん、俺は配信の方はそんなにガチでやってないと思うんですよね、川野のそのバイタリティの割合的には。あ<ー><で>まあでも川野の動画を見る限り、YouTube 向いてるから、あれ。うん、そうですね。うん YouTube に特化しした方がいいいかもしれないねうんそうっすねでその強い自分がそのレプレイヤーとしての腕を上げてさらにそっちで、あのー、YouTube の方を伸ばしてるっていう感じなんでかなりあのスト5をちゃんと還元してるんですよねその動画にだからあれは一つの理想形なんですよね、はい、スト5ほぼ一本でスト5の努力をしつつちゃんとそのそれ以外の 動画投稿者としてもアピールしてるっていうので、うん、一番だから、プレイヤーとしてはもしかしたら一番理想的なムーブをしてるかもしれないですね。その配信盛り上げようと思ったら、どうしてもスト5以外やらないとダメなんで、うん、確かにそれってちょっと、やっぱプレイヤーとしては、どうしても弱体化、免れないと思うんで、<ー>他のことを考えなあかん、他のことに時間を割かなあかんっていうのは、うまくなる要素にはならないんで、ただ、川野は一番スト5に時間を割いてるから、 はいはい、俺はカーノがやっぱりプレイヤーとしては一番伸びてくるかなって思いますね河野かうんやっぱ年ねなんかまだメンタルが弱そうだからまあどうなんですかねまあでもそこをその圧倒的やり込みでカバーしていくっていうタイプですねメンタル弱いからこそやるんじゃないですか、うん、っていうタイプじゃないですかそうなんかあのー、ゲームのことに関するメンタルじゃなくてなんか動画とか配信とかのうん,うん、うん あのーまあ、その結果炎上したりとかもあるからまあ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 そ,それに対してのちょっと精神的なところを強めていければって感じ、はい、なるほどまあまあそうかもしれないですねうんうんまあはい、はい、駄菓子御神駄菓子もう直感でお願いします直感で駄菓子えー、菓子えー、パイの実はいお菓子お菓子 えー、出てこない駄菓子じゃないけどなパイの実とかパイの実駄菓子だねいやいいですもうあの直感でいきましょう <laughs> ここはあのモロッコヨーグル何やそれなんかヨーグルトのちっちゃいやつみたいなあ見たら分かるかな名前覚えてないですよねネネ駄菓子って「ネルネルネルネええー、まずくないですか、うん、<俺>もうななんか好きなお菓子っていうので5つあげてそれになったあすごいな「ネルネルネね好きな人いるんや あれなんかね作るのが楽しいしああ CM はねめちゃくちゃ有名ですけど、うん、あれは味が好きっていうのはあんま聞いたことないんでそうあの食感と酸味とめっちゃ好きだなあれへえ初めて聞いた「ねうねう味好きな人」えマジで、はい、あれは知名度は高いけど味はいまいちだなっていうのが満場一致のええ教科と思ってたんでなんかラムネっぽくていいじゃんあれうわ、まあ、そうかなあそうなんかも<て>うん まああんまりお菓子食べないんだけど、ね、まあそうっすよね、うんうん、しかも駄菓子とか食ってたら何年前やねんじゃなくてもね、うん、パイの実さっき食べたああパイの実はうまいっすよねあれは駄菓子、うん、駄菓子ちゃうやろっていう話ですけど菓子の中で一番好きだなパイの実あまあうまいっすよねめちゃくちゃうまいっすよねはいはいじゃあ次